お？ストップ！ちょっと待った。誰か、ヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けど、なんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時もさ。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、八神氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫。うまく切り抜ける。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た？なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコってもオッケーなんだ。ダメ。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった！俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何あれ。ヤックン、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。やっちまえ！マジか。やべ。離すなよ。気合の入った変態じゃねえか。八神氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっと晴れんちなものになります。冗談じゃねえ。やるしかねえか。
足を大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。八神氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、わかった。